日韓岩国とは山口県岩国市全域を発行地域とする地方新聞である。2006年12月19日付をもって休刊した傍聴新聞に代わる郷土市として傍聴新聞社に所属していた元記者などにより送刊山口県岩国市に本社を置く株式会社日韓岩国によって2007年4月3日から正式な観光が開始されている。 紙面形態はタブロイド半8ページ、長官のみ。宅配を中心とし、岩国市街への郵送も始める。発行日は月曜日から金曜日の週5日。テレビ番組イランはタブロイド1ページ内に、それぞれの番組表と各局から選んだ番組の内容紹介を上下2番組で印刷。なお、2007年3月20日よりプレ相刊号として、 無料の見本紙を先行刊行していた。東新聞のプレ総刊号のコラム、清流によれば、常に市民と共にある新聞、読者参加型の新聞という位置づけで刊行するということであり、投稿コーナーも徐々に拡大していく方針とのことである。地元密着の紙面作りを目指していくという意味と推測される。市民記者を募る構想もあるようである。 販売面で生き残る目的も兼ねているのか、月決めや一部りの購読料を、岩国市内で販売されている日刊の全国紙及び地方紙に比べて、低く設定している。ABC 西広島タイムズ。日刊岩国総刊傍,傍聴新聞元記者ら立ち上げ。w e b タイムスザ西広島タイムズインターネットエディション961号。西広島タイムズ。 2007年4月15日閲覧。AB、日韓曰くに2007年4月3日付第1号株式、会社日韓曰くに、山口県は基調率図書館、倉、日韓曰くに2007年3月23日付、プレソーカン号株式会社日韓曰くに、配布先の一つより入手。ありがとうございます。